イーガ団のマスクは、地上の時の神殿の南にあるイーガ団のアジトで入手できます。ハイラル平原眺望台から南、ポプラー高地眺望台から西にあります。拡大すると、この辺りです。柵で覆われており、近くの木に登って侵入します。扉を調べるとイーガ団との戦闘になります。二体のイーガ団員と戦闘になります。倒すのが難しい場合、煙だけを投げると良いです。こちらを見失い、楽に倒せます。イーガ団を倒したら、建物の中に入ります。中にいる人に話しかけましょう。ご視聴ありがとうございました。